はい、どうも、のりまるです。今日は2017年、10月の6日、週末の金曜日ですね。今日は、月は頭の、アメリカ雇用統計、この後21時半の時刻に、発表されるということで、今週はね、月の初めから、たびたび動画を撮ってね、あれこれと、ちゃんと追いかけていきました。その中でね、今週の、週の締めというか、月の頭の、重要なイベントですよね。それの雇用統計、もう追いかけていけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。で、今、ドル円の30分足ですね。昨日は、どのあたりを見ていったかな。この下落ですよね、確かね。確かこの下落を見ていて、夜にね、12時前後に、この辺りで、どうしようかなというところで、直近安値とね、112.3円。ここのサポートですよね。これが強そうなんで、上がってきたら、決済しようかなっていう話をしていました。で、今朝方ね、起きてきたら、この直前のレジスタンスも突破していったので、ここで手仕舞いしたんですよね。少しのプラスで終わりました。結局、やり直しということでね、この後チャートを見ていったんですけれども、これが日中ですよね。夜中の時間に、このあたり、天井圏、この30分足レベルで、ここでね、3度を作ってドーンと下げていったところに、V 字回復してきて、この113円か、113円の手前ですね。直近高値。以前のこの天井圏付近の動きで、この感じの揉み合いをしてきたと。こういった動きを見てね、もう一段階こう、変わりやすくなってるのかなっていうところで、一回ね、ここで買いのエントリーをしたんですよね。で、ここで、ツイッターでもつぶやいたんですけど、チャートの予測っていうのはなかなか できないというか、そもそもタブーだったりするんですけど、今の値動きでね、ここでこんな感じの、サンズを作ってきて、ぐーっと下げて、戻ってきて、だら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 した後のチャートがね、ここに113円っていう、ラインがあって、こんな感じのチャートの形と背景と、この後ね、雇用統計を控えているということを踏まえて、こんな感じでね、だら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 上げていった後に、スポーンと落ちるような、そんなビジョンを描いてね、日中で、ここで一度、その買いのエントリーをしていました。ただね、先日の、雇用統計の前哨戦 ADP だったり、昨日の失業保険の申請かなんかかな。そこまでの、その懸念材料がなかったような、数値で、この後、もうすぐね、発表となる雇用統計も、そこまでね、不安感を煽るような内容ではないんじゃないのかなっていうニュースが、さっきね、メールでちょっと見たので、想定していたよりも、小さい値幅、値動きになる可能性はあるのかなと。ってところでね、一旦、この形、今のね、現状シナリオは、崩れてるわけではないんですけども、そこまでね、極端な動きにはならないのかなっていうところで、一度、このチャートを、今一度見てみます。で、今現状で、日足レベルのね、ライン、113円からこの113.2円付近ですよね。これが、チャートの左側を通っていくと、以前ね、日足でつけた、直近の高値。そこでこう前回こういうふうに揉み合いをして、こう下落をしてたんですよね。で、この範囲でレンジを作ってるような状況で、今その雇用統計を待ってる感じですよね。ただね、この上にはやっぱり、相当の売り勢力が
まあ、待ち構えていて、まあ、なかなかここを超えるのは、まあ、今現状の動きとしては厳しいのかなというところです。まあ、そんなのを踏まえて、まあ、それを前提としてね、まあ、見ていきたいかなというところなんですけども、今これドル円の30プラスですね。まあ、もう少しの時間が経つと、まあ、これ乱高下してくる可能性があるので、まあ、そういったところを追いかけていけたらなと思います。はい。まあ、天井圏の動きのね、まあ、典型的な流れというか、まあ、天井ダイアゴナルというか、まあ、じわ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 、こう、だら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 上げていった後に、ぐーっと一度ね、まあ、急上昇してからスポーンと落ちるような、まあ、トレンド転換の終焉だったりってところで、まあ、まあ、かなり、まあ、多いパターンなので、まあ、こういう形が来たらね、まあ、結構狙いやすいんですけども、まあ、今のこの形を見ると、まあ、そこまでのその買いの力も、まあ、出てこないのかなという感じですね。まあ、実際わかんないんでね、まあ、この発表直後の値動きで、まあ、あれこれ観察していきたいかなと思います。で、もう一つね、追いかけていた通貨ペアで、オーストラリア円ですね。オーストラリア円。こちらは、まあ、88円っていうラインで、日足レベルのね、トレンドが継続してきて、まあ、継続してきたんだけども、ここでね、まあ、昨日、まあ、ドル円同様にこう、まあ、強く売られてきて、まあ、その、日足レベル、4時間足レベルのラインをこう突破していったんですよね。今現状で、まあ、その下の水域で、まあ、動いているので、ここはまあ、これね、結構強い陰線が出てるってことを踏まえて、これ今、現状、ここを回復するのはちょっと厳しいのかなというところ。ね、88.2、まあ、自分この辺で売ったんですよね。この辺でうんぬんつるしたんだけども、で、まあ、今現状まだ、ドル円を保有している状況で、まあ、その高騰系の結果を受けたとしても、まあ、このようなトレンド、もしくはこの直近高値ですね。まあ、ここを超えることなく、これ88円というラインで、まあ、飛び抜けたとしても、そこから、まあ、これ強く売られた方向性、まあ、プラス4時間足のサポートを割ってきたということで、このまま下方向に、動いていく可能性は、まあ、高いかなと。今現状でね、この上、88.05付近には損切りを置いているので、これをまあスポーンと上抜けてしまえば、まあ、損切りをして終わりですね。まあ、プラス15程度ですけど、まあ、それで終わりになります。まあ、さっきも言いましたけどね、まあ、そこまでの大きなニュースにはならない、まあ、可能性が出てきたので、週末金曜日にね、雇用統計、よく見受けられるのがこう直近高値、だったり、こういった安値だったりに、こうスポーンと、まあ、値が動いて、そこからこうひげを出してぐーっと動いていくような、そんな動きはまあ多々見受けられるんですけども、そういった動きにもまあならない可能性もあるので、まあ、こう、まあ、動き出しに注目していきたいかなと。5分はしてみていきますかね。今ね、こう高値を作ってきたところから、この安値を作っていったところまで、これね、61.8%っていう、まあ、戻しが入ってきて、というところなので、まあ、このあたりが、まあ、一つの、まあ、ターゲットにはなるのかなというところですね。まあ、そこまでの、今ちょっと激しく動き出したかなっていうかですね。もう今、ドーンと下に出ましたね。で、帰ってくるのかな。ここのサポートですね。この直近安値ですね。ここからおそらく上を試しに行くんじゃないのかなと。もう行きましたね。これ上、止まれそうな位置で、まだ行くかな。ちょっと追いかけていきたいなと思います。ちょっと激しいですね。今ね、まあ、これ、まあ、見てわかる通り、まあ、スプレッドも広がってるんでね、今現状はちょっとここでエントリーするのは、
まあ、危険ですね。これはまあこういう動きの時には、まあ、ちょっとね、一旦一呼吸を置いて、こう時間軸を長くしてね、まあ、観察していくのがいいと思います。もうこれ直近高値抜けていきそうですね。まあ、しばらくするとね、これ、落ち着いてくるんで、まあ、それまで待つのが無難ですね。まあ、一応、今これ直近高値の動きなんで、ここで逆張りするのはありだとは思うんですけど、まあ、ちょっと激しいので、スルーします。もう一回ね、まあ、高値付近まで到達したら、ちょっと、行ってみようかなと思います。これでこう直近高値、これ高値更新するかどうかですね。今これ1分足を表示させてみます。63.2。ここから戻ってくるかな。これまあスプレッドがだいぶ狭くなりましたね。まあ、通常の動き程度になったんじゃないのかなと。これで、まあ、高値付近、まあ、もうちょっと上がってくれれば、売りやすいですね。なんか、もうちょっといきそうですね。まあ、前もってね、想定していたような動きにならなければ、まあ、こういったね、指標の時には、まあ、手を出さない方がいいので、そこまで焦る必要はないですね。ここで焦ってエントリーすると、まあ、ろくなことがないんで。一応、直近高値、日足レベルの直近高値、113.5。ヒゲの先がそのあたりですね。実体レベルで113.27付近。まあ、今、ヒゲの先。113.5円付近。このあたりまで上昇する可能性はあるのかなっていうところですね。で、その先、一応、まあ、直近高値、まあ、日足の、まあ、直近高値。114円の上とか、ここまで今の現状で上げていくのはちょっと厳しいかなっていう感じなんで、まあ、ヒゲの先、113.5円付近ですね。まあ、そのあたりまで、まあ、値を上げてくるか、もしくは、このあたりでね、まあ、売られるような形になれば、ちょっと逆張りのエントリーをしてみようかなとは思うんですけども、まあ、現状はちょっと様子見ですね。今ね、直近の高値、まあ、30分足、1時間足レベルで見た時の、まあ、直近高値、まあ、一応4時間足もそうかな、4時間足レベルの直近高値を今更新していったところですよね。で、一応ヒゲで、をつけて戻ってくるかどうかなというところで、ヒゲ、4時間足の直近高値が113.25付近ですね。113.25付近。なんで、まあ、ここで止められる可能性は、まあ、一応あるかなと。4時間足の直近高値ですね。
113.25。緑でしょうか。これで再度ね、この高値、更新するような動きで、もう更新しないような流れになれば、ちょっとやっていきたいかなと思います。これ今、ドル円1分足ですね。今の流れはね、まさにこの、この動きというか、こうスポーンとこう上向けたような、この辺りの、ね、動き、想定していた動きですよね。この辺の動きを、狙えそうな場面があればちょっと狙っていきたいなというところなんですけども、落ち着くのを待っているところですね。もちろんね、ここでエントリーできなかったとしても、ここから、例えばはっきりと、ね、方向性を出してきてくれて、その戻り売りっていうのを狙っていければ、それ十分だと思うんで。なんで売っていくかというと、今はね、この冷やしレベルの、冷やしレベルのレジスタンスが迫っている中の値動きだからですね、天井圏の動き。もちろんね、ここを超えてくる可能性も十分考えられて、ここからね、ぐんぐんぐん、114円。冷やしの直近高値ですね、110円までこう値を上げていく可能性は十分考えられるんですけども、今のこの流れ、今のここまでのドル円の流れっていうのを踏まえると、そこまでこう上げていく力はちょっとないのかなというのが率直な感想ですよね。これオーストラリアですね、先ほど見ていたこの直近高値、88円っていうところ、ね、上下にこうヒゲを出して動いてますけども、今現状ここで、まだね、足確定次第でわからないですけど、ここで止まる可能性は高いのかなという、今動き出した直後の動きですね。下試しに行って、今上に伸びてきたっていう、ドレーンと似たような動きにはなってますね。今ね、押し目が入ってぐーっと上昇してきたので、211.5円、この辺の値動きに注目していけそうですね。今時刻は21時39分、アメリカ雇用統計発表直後の値動きですね。今日は2017年の10月の6日です。今週、週明けからね、よく言われる激動の10月なんて言われてね、株式相場も、荒れるなんて、言われている中で、一瞬のね、アメリカ雇用統計、そういったものを受けて、で、値がどう動いていくのかな、なんていうところをね、今週、あれこれとお伝えしているところです。実際ね、値動きなんていうのは、予測できるものではなくて、目の前の動きでね、テクニカルというものを使って、可能性が高い方についていくっていうのが、この FX で、勝っていく、大事なことなんですよね。なんで、
ある程度の 動きの、まあ、シミュレーション、まあ、シナリオって呼ばれてますけど、まあ、それを立てておくのは、まあ、もちろんのこと、まあ、それを元にして、今現状で、まあ、どうやって動いてるのかなって、まあ、想定したように動いてるのかなって、まあ、それで想定したように動いてるのであれば、まあ、有利になりそうだでしょ。まあ、自分がこの、まあ、下方向に狙っているのであれば、まあ、高いとこから、チャンスを狙っていきたいので、今そこを、まあ、待っている状況ですね。今のまあ流れでいけば、この高値を更新しないような動きになれば、まあ、チャンスはあるかなってところですね。今この112.25っていうのが、まあ、左ずっと辿っていくと、まあ、日足レベルのヒゲの先ですね。その動きなんで、今そこで、まあ、止まる可能性はあるかなっていうところですね。ただね、今これ、まあ、かなり強い勢いでね、ズーンって、まあ、上昇していったので、まだまだ、まあ、上に行く可能性はある場所で、これまあ上昇してきたらすぐ決済します。高値113.31なんでね、これを更新したらすぐ切ります。まあ、通常ね、この一般紙を見てエントリーっていうのはまあしないんですけども、まあ、ちょっとね、こういう重要指標の後だったりとか、まあ、値が激しい時にね、まあ、タイミングを測るのに、たまに使ったりはします。まあ、それ以外では、まあ、見ないですよね。まあ、これはまあ完全に逆張りなので、まあ、損傷、まあ、利益、特大みたいな場所に、まあ、なり得るところが、まあ、ありそうだったら、まあ、エントリーするっていうことなので、これまあ、逆行したら、まあ、すぐ決済ですね。まあ、それを徹底していかないと、まあ、こういう値動きがね、激しい時には、もう一瞬でズーンって、まあ、上昇していってしまうこともよくあるので、まあ、そういった時には、まあ、すぐ決済する準備っていうのは、しておきたいですね。まあ、どんな場所でもね、今自分が順張りをしているのか、逆張りをしているのかっていう認識を持つのがすごく大事で、まあ、逆張りをしているのであれば、まあ、リスクのない行動をまあ常に取っていきたいですよね。はい、決済します。やり直しですね。これは112.113.5かな。それぐらいまでいきそうな感じですね。今、買いのエントリーしました。直近高値を抜いていったところで、今、一回買いのエントリーしました。今、時刻は21時45分ですね。もう締めを作って、まあ、ずっと
上昇していくような流れで、112点、違うか、113.5円付近まで、を想定して、まあ、113点、まあ、その手前でね、ちょっと決済しようかなと思います。ここで、まあ、伸びると思うんですけどね。一応、まあ、冷やしレベルのね、まあ、貯金高値、ひげの先を超えていったので、まあ、やや勢いが出る場所かなと。目標113.5円で見ていこうと思います。これも当然ですけど、まあ、ドーンと下げてきてしまえばね、まあ、数決済して逃げようと思います。これ一発でね、まあ、かなり早い意味ですけども、仮にここにある値段がね、いきなりここまで来るような、動きっていうのは、初速を逃せば、まあ、そこまでそんな激しい動きっていうのはしづらいですよね。一回この動きをやり過ごした後であれば、まあ、見ながらでもね、まあ、十分決済することができるので、まあ、なるべく決済でね、まあ、入らないこともあるんですけども、まあ、こういうところでない限りは、まあ、そこまでね、まあ、焦る必要もないのかなと。まあ、ちゃんと見ながらね、まあ、通信状態のいいところで、ちゃんと見ておけば、まあ、そこまで焦るもんでもないと思います。ここはね、危ないですね、やっぱりね。最初の激しい動きっていうのは、これ、まあ、一分足で、まあ、ストーンと。一瞬で30ピップスぐらい動いてるわけですけども、まあ、こういうとこっていうのはね、やっぱ注文が入らなかったり、ポジションを持ってても決済できなかったりしやすい場所なんで、まあ、スプレッドも広がってますしね、まあ、こういうところはちょっと、見逃した方がいい。まあ、その後にね、まあ、ある程度値段が落ち着いた後であれば、まあ、注文も入りやすいですし、まあ、スプレッドも狭くなってますし、まあ、そこまで、まあ、焦らなくても、まあ、大丈夫かなと。いったところだと思います。こんな感じですね。まあ、かなり強い勢いで、まあ、ズーンって、上昇していっている状況ですね。で、直近のところね、43.25っていうところを超えていったので、やや勢いが出やすい場所かなと。では、次の目標がね、だいたい113.5円付近なんで、まあ、そのあたりまで、まあ、見ていきそうなんですけども、まあ、さてどうでしょうって言ってますね。通常ね、この1分足を見ないって、ね、先ほど言いましたけども、もちろんスキャルピングトレードでね、1分足をメインにして、どうやったり買ったり、かなり頻繁にね、売買を繰り返して、例えば1日になんか100回とかね、200回とか、トレードする人はいるんですけども、まあ、それも一つの形でね、まあ、ね、決して悪いことではないんですが、どうしてもね、この短期足、長期短期足、まあ、1分足、っていうものをメインに、まあ、僕たちもそうなんですけども、トレードしていくと、どうしてもね、こう激しい動きをしているところ、まあ、上下にね、まあ、ランク上、常にこうランクしているような状況で、気持ちが動きやすいんですよね。
まあ、自分の目線を決めて、例えばその切り取り角を決めていたにもかかわらず、もちろんそこでね、指し値逆指し値を入れて、あとはチャートを見守るっていうところに徹底できればいいんですけども、人間はね、弱い生き物で、損を確定したがらない。利益が伸びたらすぐチキン肉をしてしまうっていう、まあ、プロスペクト理論って呼ばれるやつですけどね。まあ、どうしてもそういう脳が働いてしまいがちなので、まあ、その特にね、その一分足レベルの速い動きでは、もう気持ちがもう揺さぶられ続けるんですよね。まあ、そこでこう冷静に判断できる人っていうのは、まあ、なかなかいないので、まあ、それをね、まあ、通常の状況で、でまあ、一分足メインで見ていくっていうのは、まあ、冷静さを失うっていう観点から、もうお勧めはしてないですよね。もちろんね、きっちりかつ自分を、まあ、律することができる人であれば、まあ、特に問題はないと思うんですけども、まあ、それも、なかなか難しい ので、まあ、やめた方がいいかなというところですね。で、まあ、FX のトレードで何が大事かっていうと、やっぱりこう、損切りなんですよね。負けをこう、清く認めて、まあ、次のトレードに備えると。まあ、そこでの負けは、まあ、必要経費なんで、まあ、大して痛いわけではないですよね。で、まあ、いい負けをいっぱい繰り返していくと、まあ、その先にね、伸びた時の利益を、まあ、もらうことができると。その利益っていうのは、結局のところ、同じ行動をし続けた先にしか待ってないので、なんかこう、勝ちをもぎ取るみたいなね、そういったイメージを持たれてる人、まあ、結構多いんですけど、まあ、実際はそうではなくて、いかにして、まあ、負けにくい場所、違うか、いい負けを繰り返すか。FX の真髄は、まあ、やっぱそこなのかなってところですね。まあ、FX にかかわらず、投資全般ですよね。実際にこうチャートの未来っていうのは誰にもわからないんで、まあ、上がるか下がるかわかんないですよね。ただ、もちろん、そのテクニカルというものを使って、上がりやすい場所、下がりやすい場所でエントリーしていくわけで、まあ、上がりやすい場所であれば、まあ、安いところから買いのチャンスを入れると。まあ、下がりやすい場所であれば、まあ、高いところから、まあ、売りのチャンスを見ていくと。まあ、ただ、それだけ、なんだけども、その時にこう、参加者、プレイヤーが何ができるのかっていうと、逆側に行った時に、まあ、清く損を確定させて撤退するっていうことなんですよね。まあ、その一つ、もうそこに限るというか、まあ、それしか実際、それしかできないですよね。なので、まあ、いい損切りをするっていうことが、まあ、実際問題、まあ、いいトレード、まあ、その期待値を取って、まあ、勝っていくっていうことに、まあ、つながっていくので、まあ、それをね、まあ、その部分に、まあ、注目していくのがいいんじゃないのかなと、いうふうには思います。ちょっと威力が弱くなってきましたけども、さあ、どうでしょうっていうところですね。強い陽線、ズドーンっていう感じでね、今、ぐんぐん上昇しているところです。時刻は21時54分になりました。これまたね、1時間足確定したりすると、まあ、波が変わってくる可能性はあるので、まあ、そういったところも踏まえて、まあ、チャートを見ていきたいですね。で、先ほど追いかけていたオーストラリア、これはね、上下にこうひげを出して、まあ、ここで、なんか横の動きになりそうですよね。まあ、一応週末、金曜日ということで、まあ、ポジション調整をする人だったりとか、まあ、一旦手締まりをしてね、まだ来週備えるっていう人も増えてくる場所なので、ここで、まあ、トレンドがぐんぐん進んでいくっていうよりも、まあ、こういう動きを見るとね、まあ、横の動きになってくる可能性はあるのかなっていうところですね。
ユーロドルは上下に動いた後に今下方向に動いていきそうですね。ユーロドルもね、先々週ぐらいかな、まあ、天井圏を作ってきたところから111.19、1.12っていうところからね、まあ、強い売りが入ったんですけど、まあ、天井圏、日足レベル、4時間足レベルでトレンド転換をしていった場所で、結構ね、上の方から戻ってたんですよね。ユーロドル111.192。まあ、230ピースぐらいプラスになってますけども、まあ、これはね、まだまだ日足レベルのトレンド転換が継続している状況なんでね、まあ、放置しておこうかなと思ってます。ユーロ、これは違うドル円、下がってきましたね。よいしょ。ここで勢いなくすとね、まあ、逃げなきゃいけなくなってくるので、まあ、撤退を考えていこうかなというところですね。5分足レベルで押し目を作っていく可能性はあるので、よいしょ。の締めというかね、まあ、かなり強烈な急上昇なんで、まあ、今の買いの勢いは結構強い状況ではあるのかなと。実際にね、今日のニュース、雇用統計がどんな数字が出たかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、その結果が、まあ、どういう内容であったとしても、まあ、今このチャートがね、進むべき方向っていうのは、まあ、ある程度決まっていて、まあ、重要ラインを突破したら、まあ、そっちの方に進むし、突破できなければ、今の大きい流れの方向に進んでいくし、そこまで重要ではなかったりするんですよね。特に長期足でチャートを見ている人であれば、その一つ一つのその日の高騰系だったりとか、まあ、重要指標っていうのは、まあ、そこまで気にならなかったりするので、まあ、できることならね、まあ、スイングトレードをっていって、まあ、4時間足とか日足とか、まあ、週足とか、まあ、そういったちょっと長い時間ですね。そういったものを使ってトレードするのが、より良い、ベターだったりするんですけど、そういった長期足のトレードっていうのは、実際問題、波ができる、出来上がるまでに、かなり大きな時間がかかるので、チャンスは来ないですよね、単純に。それまで待てないっていう。待ってればチャンスは来るんだけども、やっぱり、参加している以上、やりたいのが、まあ人の常であって。まあ、それを考えると、まあ30分とか1時間とか、まあそれ、まあ15分足とか、まあそれぐらいまでの時間足を使ったデイトレードっていうのがやっぱり取り組みやすいんですよね。まあ、なんで、まあ自分もそれをメインにして、一応お伝えしているっていう状況ではあります。ただそんな中で、例えば週足レベルのトレンド転換とか、日足レベルのトレンド転換とか、4時間足レベルのトレンド転換とか、そういったものを見て解いたときっていうのは、まあ、通常よりね、少し長めに走行をして、まあ、スイングという的なトレードをしていくっていうのは、利益を伸ばしていくっていう意味合いで、まあ、すごくいい方法なので、まあ、一つの参考にね、してもらえたらいいかなと。いったところで今22時になったところですね。22時。まあ時間が変わるとね、この流れも変わってくる可能性はあるので、さあどうでしょうかねっていうところですね。
当初はね、ぐーんと伸びた後に、こうですよね。まあ、じわ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 いって、ぐーんと伸びた後に、ズドーンってこう下げるような、まあ、イメージを持っていたんですけど、まあ、冒頭にね、申し上げた通り、まあ、ADP、雇用統計の前哨戦だったりとか、昨日発表された、まあ、失業申請、失業保険申請だったりな、そういったものも、そこまでその悪い内容じゃなかったっていうところ。で、今回の雇用統計もね、そこまで、まあ、悪いニュース、悪い捉え方をしないんじゃないのかなっていうふうに、まあ、見られていたんでね。それを受けた、まあ、寝起きになってるのかなと。決済します。マイナス8。まあ、これしょうがないですね。まあ、さっきと合わせてマイナス14.1ぐらいかな。これでまあ一回ね、結構強く売られてきたので、まあ、このあたりでね、まあ、やはりというか113.25ですね。まあ、この後の値動きを見て、まあ、もう一回、売りを考えていきたいなーっていうところですね。結構ね、今、強く売られてきたんで、また再度ね、この高値を調整するような動きになれば、まあそういったところから売っていきたいなーっていうところですね。まあならなければもう、やめておこうかなっていうところです。今時刻はね、22時を回ったところで、ちょっとね、この今の直前のこの強い買いの勢いが、ちょっと変わった感じですよね。では、通常はあんまり使わないんですけども、一歩足で追いかけていって、トレンドライン終わって、もうここで、もみ合ったうちにドンと下抜けたところで、一回今、決済をしました。今の直近高値が113.417。まあ、このあたり、まあ、接近してくれることがあれば、まだやっていきたいですね。まあ、今こんな感じで、もう5分足で今押し目をつけて、まあ、1分足、5分足レベルで押し目をつけて、再度高値を挑戦していくような動きにはなってるのかなと思いますね。今この113.25。まあ、直近の日足のひげの先ですね。まあ、そこで、今、もう押し目が入っていってるの状況です。こういったね、指標発表直後の動きっていうのは、だってクリカルは通用しなかったりするんでね、こんなライン引いても、もうしゃあないなっていう感じもするんですけども、まあ、特にこの1分足とかね、5分足とか、動きの早い、時間足で、まあ、引くラインっていうのは、まあ、さほど、まあ、信頼ができなかったり、まあ、そこまで信頼ができなかったりするんですけども、まあ、目安としてね、こういったものがないと、もうトレードすることができないので、まあ、目安としてね、まあ、一応引いているような状況にはなっています。これやってきましたね。15。まあ、ここで戻ってくるのかな。
この111.513.25か、このあたりで、今何かしらアクションをしてくれたら、まあ、チャンスを伺っていきたいなと思います。やっぱり狙いやすいのはね、もう一度こう高値を挑戦しに行って、で、まあ、天井圏の形を作ってくれる。短期足レベルでもね、その天井圏の形を作るっていうのはすぐ狙う根拠、大きい根拠になるので、そういったのがあればエントリーしていきたいかなというところですね。ちょっと一回来て、また後ほど更新したいと思います。はい、先ほどの続きです。今時刻は22時35分になろうとしています。まあ、直近高値までね、ぐーっと値をこう伸ばしてきました。直近高値更新できないような動きになれば、まあ、そこからね、まあ、俺のチャンスを伺っていきたいかなと。ていうか、今一回見たいですね。まあ、逆張りなんですけど、一回。直近高値、113.417 ですね。まあ、ぐーんとね、まあ、指標を買う気に、まあ、上昇していってから、こう、押し目が入ってきたんですよね。で、その押し目が、まあ、じわ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 上がってきて、今、直近高値、まあ、更新するかどうかっていうところで、まあ、一回今、この辺ですね。今一回逆張りのウィンドウエントリーをしていました。まあ当初のね、まあ、シナリオとか、シナリオというかまあ想定してた動きが、まあゾロやじわ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 上げてきて、指標をきっかけにね、ドーンとこうまあ上昇してから、まあ下方向に動いていくような、まあそんな動きを想定していたので、まあ、今の現状、まあその、まあ、シナリオ通りの動きですよね。で、一度、まあ、上昇していったところから、押し目が入って、まあ、再度ね、最高値を調整しに行った動き。で、言えば、この高値をまあ更新しないような形。まあ、それを想定してね、今一回その逆割りのエントリーをしてみました。113.377。これもね、まあ、当然なんですけど、逆割りなんで、直近高値を更新してしまえば、はい、一度手締まりしようかなと思います。ここまで、マイナス11ぐらいですね。はい。まあ、今現状ね、もう当初の動きは収まって、まあ、落ち着いた動きになっているので、まあ、スプリントもね、まあ、通常通りですし、まあ、動き自体もね、まあ、そこまで激しいものではないので、今現状も、まあ、1分足、現在足、5分足を見ながら、チャートを観察しています。はい。これオーストラリアですね。今先ほどね観察した通り、今上下にね、ひげを出して、指標発表、雇用統計発表直後には、まあ、まあ上下にね、大きくね、動かしたんだけども、まあ、高値、88円も更新できず、まあ、横の動き、もしくはね、今の流れが上から下に向かっているので、その方向に進んでいく流れになっているのかなというところですね。で、ドル円は今こんな感じです。よいしょ。
これ公式してしまえばね、検査しないんで、ね、マイナス4ぐらいですね。それでまた、今次の動きについていきたいと思います。またね、このまま、ちょっと見ていきますか。またね、このチャートの動き、観察しながら、また後ほど更新したいと思います。今現状は、よいしょ。どれ？冷やし、直近冷やしの最高値、じゃないか。冷やしのヒゲの先にあった、まあ、目標ですよね。チャートの左側にあった目標、113.25 付近の値で、これで、ね、まあ、一度、押し目をつけて、ぐーんと上昇して、113.417。ここからね、再度、押し目が入ってから、今、押し目買いが、じわ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 。これね、まだまだ、勢いが強いので、このままストーンと抜けてしまう可能性がある場所。で次のね、目標が、113.5円付近なので、まあ、そこまでね、まあ、上昇する可能性は、まあ、十分考えられる場所なんですけども、まあ、一旦ね、まあ、当初のシナリオ通り、まあ、高値、直近高値に接近していたところで、一回こう逆前乗りのエントリーをしてみました。ここからね、まあ、売られるようなことがあると、まあ、この統計を打ち消すようなね、まあ、ここの、まあ、キーバン付近、ないし、この手元、112.90、このあたりまで、まあ、戻ってくる可能性も、あるので、まあ、そういった動きを、狙っての役割というふうになります。はい。まあ、これ完全に指標トレードなんでね、まあ、リスク管理だけしっかりして、まあ、通常のね、まあ、落とすよりも、まあ、ややポジションサイズを落としてエントリーをするってことは、まあ、お勧めしたいですね。ただね、まあ、損が、まあ、ものすごく小さくて、まあ、そのだけに利益が、長く、なりそうな場所、そういったところをね、まあピンポイントで狙っていくってことなので、まあヒット&ウェイですよね。うん。まあ、それができそうな、まあ、シナリオと、まあローソブラシの動き、目の前のチャートの動きをしたのであれば、まあエントリーしない手はないかなという、まあそんなところで、まあ、今ね、一応直近高値、まあ、更新せずに、下がってきましたけど、さあどうでしょうというところですね。一応ね、逆側の今直前のこの、まあ、斜め線、トレンドラインを割ってくれば、まあ、少し安心かなというところで、まあ、ここだけ見てみましょうか。繰り返しですけど、この高値、113.417、もうこれを上抜ければ、まあ、即決済したいと思います。今時刻は22時42分ですね。2017年10月6日、アメリカ雇用統計発表直後の動きを追いかけています。まあ、いろんな背景があってね、まあ、今回の雇用統計は、まあ、そこまで、まあ、強い、まあ、指標にはならないんじゃないのかなと、まあ、そういった、まあ、ニュースがあったんですけれども、まあ一回ね、まあ冷やしてみる直近高値を超えてくるような動きにはなりました。まあ結構強いね、まあ買いが入ってきました。まあそれで、まあこれが、まあどこまで行くのかなというところですけども、まあこの左側にあるね、まあチャートの目標値、まあ冷やしレベルの、まあ高値、112.25 だったり、112.54 付近だったり、まあこのあたりはね、まあ冷やしの、抵抗体があるところなんですよね。なんで、まあ、どこで押し返されてもおかしくないし、まあ、さらに言うと、これ、一旦ね、直近高値を超えてきてる。4時間足レベルで、もう押し目買いが入って、いってる形にはなってるので、まあ、冷やしの高値、114円とか、最高値 114.5 円付近かな。まあ、そのあたりまで値が動く可能性は、まあ、十分あるんですけども、今現状、まあ、そこまでこう変われるような、まあ、強い上昇していくような、まあ、チャートの背景では、
ないので、ここからね、まあ一回、売られてくるような動きを想定して、前もってマスターったシナリオの通りに、何とか、トレードしている最中です。はい。今現状、1分足でチャートを追いかけてるんですけども、初速をね、発表直後、一度下に行ってからこうズドーンと、かなり激しい動きをした後に、動きが、やや、ね、落ち着いてきた。この辺り。で、1回目のエントリーをして、この辺りで1回買いのエントリーをして、両方ともね、損切られてしまったんですけども、再度ね、この、押し目が入ってから押し目買い。で、そこで、直近高値を更新できないような動きを想定して、今一度エントリーをしていました。仮にね、そのシナリオ通りになるとすると、損が小さくて、利益が大きくなるような、そういった場所だから、期待値が高いということですね。で、ダメな場合には、損切り、マイナス4ピプスを払って撤退するという、そういったトレードになってます。ひとまず、トレンドライン、斜め線は割り込んできましたけども、さあどうでしょう。一応で週末っていうことで、今週のね、動きを1回リセットして、手仕舞いをして、次の、来週備えるっていう、投資家さんは結構多いので、それでね、利確を取った、上昇とか、下降とか、そういった動きも、よくあるんですよね。なんで、そういったことも踏まえながら、チャート、今目の前のね、チャートの動きについていきたいかなと思います。またね、後ほど更新します。はい、先ほどの続きです。今時刻は、ちょうどね、0時を回ったところです。一旦ね、この最高値、少し更新したんですけども、このあたりですね、113.44ぐらいかな。そのあたりから、だらだらと今下がってきました。で、日足ライン、113.25。ここを下抜けたあたりでね、勢いよくドーンと下げてきて、高等圏きっかけで作った、この強い陽線、そこの根元まで今戻ってきました。112.900ですね。30分足。を見るとこんな感じになってます。当初、想定していたというか、じわ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 トレンドが継続してきて、スポーンと上昇してきた後に、ドカンと、下落をしてくるような、イメージ通り、ほぼイメージ通りですね。今、値動きになってきました。ここまでね、強い売りが入ると、仮にここから、上昇したとしても、60.8%とか、もしくはこの、日足ラインですね。ここを超えることなく、もう一段階ね、強く売られる可能性が、高くなってきたので、このね、ポジションを保有して、いけそうな流れにはなってきました。もうちょっとね、このまま観察して、今動きが落ち着いてくるようであれば、このまま、ポジションを保有して、一応ね、損切りだけ、少し切り上げてね、週明けを迎えようと思います。